オラフくん。誰が来るんだ、誰が来るんだ、誰が生贄になるんだ。インポスター真由子さんと初戦から、初戦インポはちょっと怖いな。ナイス、はい、ナイスです、ナイスです、ナイスですね。なんで押したの、すいません。いや、インポスターだな。結構早かったですね。いや、めっちゃ早かった、うんうん、はい、僕これメタ要素なんですけど、多分高田村データで慎太郎くんはインポスターの時に初手ボタンが少ないことを気にして、今回それを上げに行ったんだと思います。気にしてるってことでインポスターじゃないですか。完全に気にしてますね。いや、でもマジレスするとタスク勝利確率十何パーしかないんで、うん、少ない。めっちゃマジレス、めちゃめちゃ参考にしてるじゃないですか。副勝利率低な、うん、どうしようかな。オラフ君とココアキか。タイミング悪いよ。メイヤ、ピカ、ボタン押せねー。はい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 、はい。ゲンさんの死体がシャワールームの、ベンチのあたりっていうんですかね。どこ？右下。右下。はい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 、はい。あ、右下。はい、うんうん、で、ゲンさんは貨物脇で、診察の方行ってるので、はい、多分診察エレキメインホールと来てシャワールームに入ったはずです。僕とゲンさん、多分僕が最後かわからないですけど、電気で。ゲンさんと僕はメインから行ったんですけど、メインから電気を降りた時にゲンさんがいて、はい、でその時に停電が起こって、ゲンさんは多分メインホールの方上がられて、僕はバイタルの方行ったんですよ。じゃあ、はい、バイタル見た時にはもうゲンさんが死んでて、その時停電、はい、明けか停電明けるぐらいですかね、ちょうど停電中で。であれば、はい、あと僕もちょっとドズルさんが非常に怪しく、はい、僕情報を出せます。停電中に僕停電になった瞬間ピカクロスさんとエンジンにいて、そのままメインホールの除染室でシャワーっていうか除染室のタスクをやってました、うんうん、その時に停電が開けたんですけど、停電開けた瞬間にシャワー室から出てくる最後が矢の人を見たんですけど、明夜さん、藤宮さんどっちですか。ごめんなさい、本当見えてなくて。僕カメラ見てました。あ、どの瞬間ですか。明夜さんです。明夜さん開けた瞬間に、シャワー室から出てくる最後の言葉が矢の人を見てます。いやでも明夜さんエンジンいましたよね。はい、エンさん最後エンジンで見ましたね、うん、そうだから、しかも僕それの前にあの真由子さんにコミュニケーションの前で見られてるし、慎太郎くんと高田さんに後で見られてるから、いや嫌だったと思います。ドズルさんがあのシャワールーム、はい、メイン多分メインホールからシャワールーム入ってきたんですかね、はいはい、あそこ通ったら多分レポート光るんじゃないかな。ごめんなさい、僕光ってなかったか、もし光ってたとしてもスルーしちゃいました。僕もメインから僕もメインからエレキ降りて、カメラ見た時に映ったのは、宿舎前じゃなくて金庫か、金庫にいたピカさんと、エンジンの配線のとこにいたメイヤさんを見てます。でも近くて、でも僕藤宮さんと、藤宮さんが停電明けからそのままカメラに行ったって可能性はないですか。あ、あると思いますよ。うん、どれ、私はもう入るんだ。これ多分スプリット対策だと思いますよ。多分ドズルさんだと思うんですけど。あ、本当ですか。ちょっとやろうな。押してもらおう。
はい、はい、ご苦労しました。はい、原産ミュートになってますよ。原産ミュート死んでるんで。悪魔のささやき。悪魔。原産ミュートしてください。原産ミュートしてください。ボケてました、今。頭の中で。いたこさん、いたこさん。いたこさん。どうするさ、ごめんなさい、僕、シャワー室に入った時に、多分やっぱ光ってないと思うので、はい、ただ、僕目線、武雄さんはできなそうかなと思って、僕がシャワー室に入った時、武雄さん上から上がってきたように見えたので、はい、まあ、ちょっと、その僕が停電開けた瞬間に、最後の文字が嫌だった人がシャワー室から出てきたんで、それが誰の死なのかなと思ってます。はい、あれ、ドズルさんってメインホールまでピカクロスと一緒でしたっけ？いや、違います。エンジンでピカクロスさんと分かれて、僕は停電中にもかかわらず、メイン一番右の除染室でシャワーのタスクをやって、はいはい、でそのシャワーのタスクをした時に停電が開けたんですけど、開けた時にうっすら最後の文字が矢の人が右から左に行きました。メインホールの方に行ったってことですね。シャワーからメインの方に抜けていきました、はいはい、でも確かに停電を開けてからのタイミングだったら時系列的には合ってると思ってて、うん、停電直したのが僕なんです、はい、で停電が明けたタイミングだったら確かに藤宮くんとかはセキュリティまで行けて僕のエンジンルーム通ったのとかは見えるかもしれないなとは思いました、うんうんうん、一応他の浮き位置も洗っときたいんですけど、慎太郎さんとか高田さんとか。慎太郎、高田は、武器庫コクピットです。はい、ピカクロスもそれ指名してる、うん、で私が金庫、そうですね、それはカメラで見てます、うんうん、なるほど。じゃあで真由子さんも出ましたっけ。左ですよね。左があるんですよ。キッチン脇で展望デッキタスク、武器庫タスク、コミュニケーションコックピットでコミュニケーションに戻って。まあ、武雄さんが弾けるならもう、まあ、僕とドズルさんローラーでもいい気がします。うん。うん、僕目線もまあドズルさんがサイクロなんで。結局ドズルさんって最終位置どこなんですか。僕シャワー室武雄さんと一緒ですよ。あ、一緒なんだ。はい。なんで僕もしキルしてたとしたらどうでしょう。あ、僕から釣られちゃうか。ローラー必ずお願いします。うん、うん、そうしましょう。はい、プレミアさんってボタンあります。あります。一応僕も一緒に待機します。やばそう、キルされる。お土産はできないな。すべてボタン使わせるか。ウィー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 、逃げてった。いいのかい？お土産できちゃうよ。あー、お土産できちゃうな。オラフくん。誰が来るんだ、誰が来るんだ、誰が生贄になるんだ。あれ、強靭強靭強靭プレイ。あれ、やばい、鬼切りさえ怒られる。あ、ひどいな、これ。ひどいな、ちょっと強靭プレイ光ってますね、皆さん。竹雄さんと皆さん、停電のドサキルですね。メヤさんって知ってる人いました？いや、いないいない。メヤ貨物側で見てる、俺。貨物側だから、マユコさんあるかな、だったら。うん、まあ、僕が2キルしました。藤宮さんからのね、はい、僕アーカイブ脇したんですよ、最初で。その時にマユコさんがいて、で、はい、僕がシャワー、メイン、エンジン、宿舎前、昇降機っていうルート行ったんで、マユコさんのルート聞きたいです。はい、私のルートが、貨物、ラウンジ、アーカイブ、シャワー、メイン、エレクトリカルまで行ってます。で最後セキュリティでか、あのはしごカンカンの音がやたら多くてめっちゃ気になったんで、みんなミーティングのが見たくて、カメラを見にセキュリティに最後入りました。で終わりです。はい。
多分これあのタスク勝利できないと思うんで、できないと思う、はいはいはい、僕はもう釣りで勝つしかないと思います。いやこうやって狼を捕捉する作戦か、捕捉だな。皆さん誰だと思うんですか、狼。あ、教えてほしい。僕はそうですね、オラフくんかな。あ、僕っすか。ミーティングで2キルじゃないですか、これはワンチャン、はい、オラフくんからしかね、目撃情報出てませんよね。いや、慎太郎さんが撮ってくれますよ。ミーティングにメイヤ君がいなかったことは証明できるかな。停電中ですよ。本当に証明できますか。慎太郎さんとピカさんですかね。そうだね。で、みんなでお土産されたくなくて、はしごでごちゃごちゃしてたら、お土産されたのは竹雄さんでした。そう、なんならボタン待機してる藤宮さんが動き出す瞬間、慎太郎ピカさん速攻で逃げたからね。ずるいな。おいおいおい、待ってよ、ふざけんじゃねえぞ、お前。いや、さ、何やってんだ。何遊んでんだよ。キルされても10秒くらい。もう一回キルできた可能性あったぞ、今。もうワンチャンありましたね。ダブルキルしたら死んでたって。怖い。はい。はい。でもこれって高田さんと舞子さんのローラーで終わるってことですかね。僕目線高田さんは薄そうですけど、ね、うん、確かにミーティングにいたし、しかもこれでいいとはありましたけど、最後はしごでカタカタ遊んでたのは舞子さん以外です。もう舞子さん以外です。そうなの。そうなの。いや本当申し訳ないです。本当ごめん。いや本当こうなると思わなかった。打ち切りしたかったな。いいの。鼻切ります。竹鬼家ありがとう。犠牲は竹鬼家。ね、竹雄さんの犠牲ありがとう。うん、ありがとう。楽しい犠牲や。なんであんな階段いたの。ナイスファイト。何やってんだよ。何やってんだよ。いや、違う。いや、あのね、これには深いわけがあるんですよね、慎太郎さん。いや、自分のことしか考えない。逃げましたからね、慎太郎さん、ピカさんも。最初に慎太郎さんが昇降機左に待機してて、なんかずっとはしごで遊んでて、まあ、上がった時に見たら、藤宮さんがもう待機しててで、どんどん昇降機左にみんな人集まってきて、みんな死にたくなくて誰がボタン押しに行くかなって。ボタン押しに来た人を切ろうと思ったら絶対に誰か死んでるよと思って、バイタル見たら誰も死んでなくて俺が死んだわ。15秒経ってますからね、竹尾さん切りした。そう。やばいんだ。誰も気づいてないんだよ、いなくなったもんね。金に捧げられてる。ひでえ村だね。私全員はしごいたんか。うん、あれ作ってるから、切る人が笑った。はい。高田さん村、こういう感じ。いや、もう一番びっくりしたのは、真由子さんがゲンさん、霊界から呼び寄せたから。言うとしてますよ。俺もありって思って。言ってました、ごめんなさい。盤面整理で頭いっぱいすぎて。頭回んなくなっちゃって、今メモ取ってた。あれ、ゲンさん。外して謝っちゃいました。申し訳ないです。分かってました。してました。申し訳ないです。え、ゲンさん、はい、どっちが申し訳ないですか。藤宮さんです。シャワーで切ってメインエレキ。それでもエコさん切ってたらやばいですよ。やばいですよ。そんなことはそんなに。このエレキは死ぬぞ。死ぬぞ死ぬぞ。待ち伏せしよう。入れるというか入るか。玉ねぎだ。おめえはピーナッツ。おめえはピーナッツ。